ハロー、僕はコレタ、29歳のごくごく平凡な会社員さ。キラン。僕のチャームポイントはクールな目元、艶やかでマッシュルームのような乱れのないヘア、そして小柄でキュートなこのスタイルなのさ。中には僕をチビと蔑む人もいるけれど、人に何と言われようと僕は自分自身のことがとっても大好きなのさ。シャキーン。コレタ、支度できた？イエス、オーケーシス。ステーションまで一緒に行こうじゃないか、キラン。うん、じゃあ行ってきます。アディオス、マミー、ダディ、シャキーン。こんな風に仲良しの僕とシスは通勤時間が一緒だから、いつもステーションまで一緒に行くんだ。シスも小柄だけど、両親や祖父母、それに上の兄弟は小柄ではない。どうして僕とシスだけこんなにもチャーミングなフォルムに生まれてきたんだろうな。それはきっと神の采配に違いない。僕とシスがこの世界の偶像となるべく、僕とシスを愛らしい小柄な身長に仕立て上げたんだ。まったく神様ってのは小粋な采配をするものだね。ハレルヤ。ソーリー、ハルカ、待たせてしまったようだね。僕はうっかりしていて、デートの待ち合わせに2分ほど遅れてしまったんだ。恋人のハルカを待たせてしまったから、僕はちょっとお詫びを言ったよ。うん、コレタさん、私もちょうど今来たところよ。リアリー、おお前、本当は君30分前にはここにアライバルしていたんだろう。ハルカがいつも早く来るのは知っていたのに、僕と来たら愛する人をロンリーにさせていたなんて。え、どうして私が30分前に来たって分かったの？アルカが驚いた顔をしていたから、僕は種明かしをしたんだ。君の腕が少し赤くなっているからさ。君は日焼けしやすい体質だから、30分も日向にいたら露出している部分がうっすら赤くなるだろう。だから僕は君が30分前にはここにアライバルしていただろうと推理したのさ。ごめんよ、そんなにも待たせてしまって。すごい観察力ね、さすがコレタさん。本当は私楽しみで早く来すぎちゃったの。でも待っている間もいつ来るのかな、どんな格好なのかなって考えてたら、あっという間だったから気にしないでね。おお、なんて優しいガールなんだ君は。じゃあ行こうか。僕はハルカの手を取って歩き始めたよ。二人で歩いている時には僕たちは手をつなぐけど、腕組みはしない。なぜなら小柄な僕に比べてハルカはとっても背が高いから、腕を組むと二人とも歩きづらくなっちゃうんだよ。すると僕たちが仲良く歩く姿を見て、遠くからクスクス笑う声が聞こえたんだ。ねえねえ、見てあの二人、女は背が高いのに男の方は背が低いのね。普通逆じゃないねえ。聞こえてくる声を耳にして、はるかの表情が少し曇ったよ。はるかの身長は聞いたことはないけど、おそらく175センチは軽くあるだろう。高身長のモデル美女なんだ。でも彼女は自分の身長が高いことをコンプレックスに感じているみたいなんだよね。ヒールは履かず、いつもペタンコ靴だし、少しでも体を小さく見せようと猫背になって歩く癖がついている。特に僕と一緒に歩くと二人の身長差が際立つみたいで、ますますはるかは小さく縮こまっちゃってるってわけ。なんかごめんね。はるかが僕にすまなそうに言った。何を気にしてるんだい？僕は気にしてないよ。男性よりも女性の方が小さくなきゃいけないなんて誰が決めたんだい？僕は自分の小柄な体格もはるかの高い背も大好きだ。人の見た目ばかり気にして無責任な発言をするナンセンスなピーポーなんて放っておけばいいさ。コレタさん、うん、そうだよね。僕は心からそう思っていた。身長でヒューマンのバリューを判断するなんてとてもクレイジーな行為だよね。僕の会社にもそんな奴がいる。他には何をやっても僕にかなわないから、身長で僕を貶める、そんな奴がね。へい田中、先日部長に回覧するようにと言われていたファイルはどこにあるんだい？仕事中に僕がファイルのありかを同僚の田中に聞くと、田中はニヤニヤ笑って好リプライしたんだ。
ああ、そのファイルなら棚の一番上の段にあるぞ。そう言って田中が指さしたシェルフは僕の背丈よりもはるかに高かった。おっとすまん、つい自分の取りやすい場所に置いちまった。 What? お前じゃ取れないってのをすっかり忘れてたよ。踏み台でも使うか。ああ、踏み台使っても届かないかもな。おー、お前。どうやら田中は僕がファイルを取れないと分かっていて、わざと嫌がらせのためにファイルを高いポジションに置いたらしい。やれやれ、僕は田中を相手にせずに脚立を持ってきてファイルを取った。なんだ、わざわざ脚立を持ってこなくても俺に頼めば取ってあげたのにな。わざと僕が取れないポジションにファイルを置いておいたくせに、田中はニヤニヤしながら言った。田中の身長は180センチ以上あるから、一番上にあるファイルだって軽々と取れるだろう。でも田中に頼んだりしたら、より一層僕の低身長を見下してコケにする発言を延々とリピートするに決まってるんだ。だったら田中なんか放っておいて自分で脚立に登った方が時間の節約になる。田中がこんな風に僕に突っかかってくるようになったのはつい先日からだ。先日僕は独自に行っていたとあるリサーチが会社の業務に役立つことをディスカバーして上司に報告したんだ。そうしたらそのリサーチのおかげで会社の業績は大幅アップ。大喜びした社長が近日中に僕に社長賞を与えるつもりで準備していると上司が教えてくれた。自分が部署のトップに立っていると信じていた田中はそれを聞いてひどく憤慨したんだ。自分を差し置いて僕が先に社長賞をゲットするだなんてプライドが許さないらしい。それで僕の存在が面白くない田中が何かというと僕に突っかかってくるようになったんだ。だけど僕に仕事ではかないそうもないってこと田中もわかってるんだよね。だから僕の身長を見下し散々コケにしてくるってわけ。田中の小さな嫌がらせなんてスモールバグがブンブン飛び回ってるくらいの感じでしかないけど、いつまでもブンブンしてるのも目障りだから早くなんとかできるといいんだけど。そんな風に思っていたある日のこと、僕がいつものように彼女とデートしている時、靴屋でとってもハイセンスなハイヒールを見つけたんだ。すぐに僕は隣のハルカに言ったよ。へい、ハルカ、このシューズとってもスイートでハイセンスじゃないか。このシューズを履いた君はとってもビューティフルだろうな。君にプレゼントしたいんだけどどうかな。するとハルカはためらったように答えた。ありがとう。でもそれを履いたら私ますます大柄になっちゃう。周りの人に笑われるわ。そんなことないよ、はるかはとっても素敵なんだから周囲に何を言われようと気にすることないさ。キラン。はるか自身がハイヒールを嫌なら別だけど、僕はさっきはるかがそのハイヒールをうっとりした目で見つめていたのに気づいていたんだ。はるかは心の中ではこのハイヒールを履きたくて履きたくてたまらないんだろう。なのに身長のせいで希望の靴を履くのをためらうなんて、そんなのクレバーじゃないしフェアじゃない。僕がさらに言葉を続けようとした時、後ろから声が聞こえた。おいおい、ちびっこいやつがいると思ったらコレトじゃねえか。小さいからうっかり見落とすところだったぜ。後ろに立っているのは田中だった。あー、横のは彼女か。田中は遥かをニヤニヤしながらジロジロ見つめた。僕の彼女に何か。お前チビなのにずいぶん彼女は高身長じゃん。やっぱあれか、自分がチビだから高身長に憧れちゃったりすんのか。あ、顔も可愛いし高身長のモデル体型、チビなお前じゃ釣り合わねえよ。俺の方が似合ってる。確かに田中も背が高いから二人並んだ時のバランスはぴったりだろう。だがそれはあくまで世間一般の思うバランスってだけの話だ。くだらないな。しかし田中は僕を無視してはるかに言い寄り始めた。ねえ、君だってこんなチビと歩くの恥ずかしいでしょ。こんなチビほっといて俺とデートしね。俺と君だったら身長の釣り合いも取れるし、俺の方がふさわしいじゃん。な、いいだろ、俺と行こうぜ。すると
横で黙っていたハルカが口を開いたんだ。あなた、アゼルバイジャンの人はどこか知ってる？あ？シマウマがなんて鳴くか知ってる？アーンショーの定理について説明できる？アメリカとロシアの距離は何キロ？シーラカンスの脳みそは何グラムかわかる？え？あ？シマウマ？馬だろ？今の質問、コレタさんなら全部回答できるわよ。ね、コレタさん。Yes, of course。シマウマの鳴き声はヒヒンじゃなくてワンワンなのさ。アンショーの定理とは、真空中の静電界に帯電体が置かれた時には電気力以外の力がないと安定した状態を保てないという定理。19世紀に数学者のサミエル・アンショーが導いた定理さ。そしてアメリカ領の小ダイオミード島とロシア領の大ダイオミード島との距離はおよそ 3.7 キロだから、アメリカとロシアは4キロも離れていないんだよ。シーラカンスの脳みその重さは5グラム。田中よりもグラム数が多いみたいだね。あ、おいこれだ、俺の脳みそが5グラム以下だとでも言うのか。私の質問に一個も答えられないような物知らずは、脳みその重さがシーラカンス以下だと言われても仕方がないんじゃないかしら。それに、物を知らない以前に他人をバカにして貶めるような人と一緒に歩く方がよっぽど恥ずかしいわ。その点コレタさんはいつでも私を楽しませて知的好奇心を満足させてくれるし、常にポジティブで前向きな言葉を使って私を勇気づけてくれる。新しいことに挑戦して学びをやめない。そしてその世界を私にも教えてくれる。あなたとは大違いなの。黙って聞いてればかな。激高した田中は遥かに掴みかかろうとした。だけど僕はそれを素早く食い止めたんだ。か弱いレディーに手を挙げようとするなんてルードな男だな。離せ。僕はこれでも防御は最大の攻撃にして最高の鍛錬なりの会の会長だからね。護身術の心はバッチリだし、それ以上に悪党どもを懲らしめる術はいくらでも心得ているのさ。キラン、コレタさんかっこいい。はるかの目がハートマークになったので、僕は田中を押さえつけたままウィンクしてみせたよ。この野郎、覚えとけよ。今度会社で会ったらただじゃおかねえぞ。さて、それはどうだろうね。あ、だってもう僕と君は会社で出会わないかもしれないからさ。あ、お前何言って。僕はにっこり笑って答えたよ。だって週明けの事例で君はど田舎の支店に左遷される予定だからさ。先日僕が会社に提供したリサーチの関係で別部署が立ち上がることになったんだ。社長賞の発表と一緒に新部署設立の発表もされるらしい。新部署の部長はもちろん僕に決まってるよね。シャキーン。僕はさらに言葉を続けた。上司からは新しい部署には自分の希望する人間を部下として入れていいと言われていたけど、君についてはもちろんお断りさせてもらったさ。上司にその旨を話したら、君の働きぶりについてはかねてよりいろいろと困っていたみたいで、この際大規模な人事異動を行って不要な人間はデリートしようってことになったのさ。まさか俺が。 That's right。 君は今度の人事異動でど田舎の支店に飛ばされるらしい。別に僕が君を追い落としたわけではないけれど、きっかけを作ったのは僕だと言えるだろうね。そんな頼むこれだ。俺を新しくできるっていうその部署に入れてくれ。一生のお願いだ。頼む、友達だろ。散々僕の身長をコケにしておいてフレンドだって。君のフレンドの幅は随分ワイドなんだね。あいにく僕は君をフレンドだと思ったことなどただの一回もないね。田中はしゃがみ込んで泣き出してしまった。その週明けに予定に従い社長賞と新部署設立の発表がされた。同時に人事異動も。もちろん田中は左遷だ。僕は新部署の準備でビーズイだったから見てないけど、同じ部署の連中の話では田中は段ボールに机の荷物をまとめながら一人おいおいと泣き続けていたらしいよ。そして後日、僕はあの日に見たハイヒールを
はるかにプレゼントした。はるかはハイヒールを受け取ってくれたよ。マイスイートハート、その靴を履いて僕とデートしてくれるかい、キラン？え、もちろんよ。はるかはにっこり笑ってハイヒールを履いたままくるりと一回転してみせた。私、自分の身長が高いことを卑屈に感じるのはもうやめたの。だって身長が高い低いを気にするなんて、まるであの田中って男と同じだってことが分かったんだもの。これからは身長だけで人や自分の価値を決めつけたりしないわ。ワンダホー、はるかは素敵なレディーさ。なんたってこの僕が選んだ愛しい彼女なんだからね。シャキーン。感極まったようにはるかは僕にハグしてきたよ。このとても素敵でとても可愛らしい彼女といつまでも仲良くしていきたいな。僕はそう思ってるよ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。